みたいな、はい、なんて言うんだっけ、ヤバ、ヤバキャラなんだけど、ヤバキャラ、ヤバキャラってヤバいやつ。ほんまですよ、ほんま。はい、じゃあ一回、段取りの確認するんで、水ちょっとごめんなさい、俺また低すぎたかな。低すぎませんでした、大丈夫。はい、わかりました、はい、お願いします。ありがとうございます。すごいよ、よかった。あの今大丈夫だと思う。アクション。ロック。水井さんに言うとどんな感じ？ヤバキャラっすね。まあ、言った後にヤバキャラっすね。は、おしゃ、はい、敬語です。ロールカメラ、スペイド、レディー、アンドアクション。東京から来たんだろ？元東京からです。東京は盛り上がってるかもしれないけど、俺はこの街でいつも通り働くことにプライド持って。I enjoyed life in Japan outside of Tokyo. And I've been fly fishing in Hokkaido, scuba diving in Okinawa, I've been to Kanazawa, and I've been to Kyoto 5-6 times. I enjoy all of Tokyo. I mean, all of Japan, not just Tokyo. Well, I'm sure it's very comfortable if it's you're working outside and it's cold and wet. I often wear waterproof gear. When fishing in various places around the world, and we sometimes need, I don't know if it's waterproof or not, but it certainly keeps you warm when you're scuba diving to wear neoprene wetsuits. I don't suppose that's waterproof. It's cold proof. Yes. I have a great deal of respect for the people of Japan who make their living fishing, and I love the way they love what they do. Well, I always enjoy sushi and sashimi when I come to Japan. I don't know if I have a favorite amongst them, but it would probably be either uni or ayu. Yeah, keep up the good work and find a way to have fun when you work, and don't work yourself to death.憧れでした、この CEO に出させていただくのが。なのでもう本当に楽しくて、もっと撮ってって感じだったんですけど、もう本当に至福の時でした。この CM はなんて言いますか、ちゃんとストーリーがあって、その中にキャラクターがあって、それを演じられるっていうのは、やっぱり役者は多分皆さんこの CM 出演したいんじゃないかと思ってます。握手させていただいたんですけど、手も分厚くて勝手にパワーをいただいたような気がして、今後のなんか俳優生活にちょっと役立つんじゃないかなと思って、ジョンさんの一挙手一投足をずっと横目で見てました。やはり同じ空間にいさせていただいて、ああやって同じ空気吸えたっていうだけでも、ものすごくなんか嬉しかったですね。お芝居をなさるのが初めてらしくて、難しいですねとか、驚くのって難しいですねとかっておっしゃってたんですけど、もうそんなことなくて、彼女のパーソナリティはもう最高ですんで、そのままで出たらね、もう本当に
みんな目線はそっち、視聴者はみんな彼女を見るぐらい力がありますんでね、そのままやればいいんじゃないのって言ってたんですけど、でも可愛らしい、本当に、娘みたいな年ですから。僕も何かいつも常日頃映画とかテレビでやるときは何かこう自分の生活の延長線上にあるような地に足のついた役をやりたいといつも常々思ってますんで、なんかこういう姿勢の人っていうのがものすごく僕は嬉しくて、毎日毎日その同じことっていうか、だけど一生懸命やるっていう、なんかまさしく僕ら俳優業にも通じるところがあって、なんかつかみやすいというか、役柄をつかみやすいキャラクターでした。漁師さんが買い求めるお店で買ってきたんですよってスタイリストの方おっしゃってたんですけど、さすがに防寒バッチリで、これだったら真冬でも大丈夫だなって感じです。映画でセットにずっと缶詰になってて、割と重いシーンとか撮ってて、それでそれが解放されて、全部 OK、 このシーン終わりましたって言った時に、やっぱりセットからパッと出て缶コーヒー飲んだりするのいいですね。あと車だ、車の時は必ず買って乗ってますね。やっぱりどうしても自分で運転して現場行きますから、傍らには飲み物をいつもコーヒーとか買って乗るんですけど、海外旅行なんか行きたいですね。旅行がちょっと割と好きで趣味なもんですから、2回か3回か行けたらいいなとちょっと思ってます。声がちっちゃくなっちゃった、マネージャーいるから。皆さんまた力を合わせて、日本盛り上げていきましょう。ボスを飲んで盛り上げていきましょう。よろしくお願いします。本格的な演技って多分これが初めてなのか、なんか再現 VTR とか演技は何回かやったことあるから、ちょっといけるんじゃないかって思って挑んだんですけど、全然難しかったです。もう自分がだんだん何言ってるのか分かんなくなってきちゃって、そうでもすごいいい経験したなって思います。もうこんな有名な、もう大ビッグな、もう日本を代表する CM って言ってもいいんじゃないかっていうぐらいすごい CM に、自分がちっちゃい頃から見てきた CM に出れるなんて、まさかって思いましたね。夢みたいって思いました。めっちゃ嬉しかった。ニヤニヤ止まんなかったですね。トミー・ディ・ジョーンズさんってボスの専門の CM の人かと思ってたんです。そういうボスの CM の俳優さんと思ってたんですけど、ハリウッドスターって聞いてすげーって思いました。もうヤバキャラっすよね。普通に考えてバケツをこうバッて一人で持ち上げちゃうのって完全にヤバキャラじゃないですか。だからヤバキャラって監督と相談して、はい、本当はなんかアタオカとかいろいろあったんですけど、ヤバキャラが一番宇宙人のジョーンズに合ってるなと思って、本物の役者さんって本当にすごいなって思って、もうなんであんなに上手に演技できるのかって質問したんですよ。どうしてあんな上手に驚けるんですかって、ユキもあんな上手に驚きたいんですけどって言ったら、驚くことはそんな難しいことじゃなくて、普通に歩く方が難しいって教えてもらいました。驚くシーンは地獄のように驚きましたね。すごかったです。やっぱ難しいです。人間の感情って本当すごいなと思いました。喜怒哀楽、そう、あれが自然にできるってすごいなって。超可愛くないですか。ピンクですもんね。ピンクめっちゃ可愛いと思って、これだったら全然毎日着れるなって、すっごい可愛い、全然苦じゃない。寒い時ホット缶コーヒー超良くないですか。寒い時の熱いボスのこの缶コーヒー、もう中学生ぐらいからずっと飲んでます。白のやつ、カフェオレ、めっちゃ好きです。缶ケース買いしてます。お母さんも好きだから。やっぱ今日やってみて、女優って本当なんか不思議で楽しいなって思ったから、もっと上手になって、もっといろんな演技してみたいなって思いました。
今回は CM だから次は例えばドラマとか映画とか、うん、もう一回 CM をやりたい、演技したいです。ゆきぽよ初演技に本格的にチャレンジしているので、ぜひ温かい目で見守ってほしいなって思います。ぜひ仕事終わりに缶コーヒー飲んでください。